何の感じしてほしいですか。なるほど、それ聞くのがいい。ポジティブな考え方かな、マジで。え、違うの。え、言い方によって全然受ける印象違うな。違う違う、うん、皆さん何2曲ですかね、はい、何2曲。はいバカ野郎、それは怖いわ。それじゃまずは確率を覚えようね。いや、完璧なんじゃないでしょうか。いやー、うまい、うまい、メンバーちゃん、上手。もっと褒めて。いやいや、よく、よくなってるよ。今あの頃のメーカーが。そうなんだよ。ここは綱川坊通りか。今はちょっと心配なんだよな。ここ変なとこでひよってトップを逃すんじゃないかって話ですよね。なんかね、知識が入ってくるとね、いろんな選択肢増えるから難しくなってくるよ。松本プロが言っていた鈍感力も大事ってのを胸に刻んでるんで。鈍感力、うん、なんか危険な可能性は常にどうしてもあるからさ、絶対に安全な範囲で現物しかないし、もう気づかないふりしてえいって言った方が結果いいことがあったり、ね、はい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 、上がれたりとかさ、まあ、確かにな、いいこと言うなと。すいませんが、あのラスナーでもう一回だけやらせてもらっていいですか。お願いします。次もし連続で4着の場合はトイレ掃除もかな、はい、あ、どこがすればいいや。今日お家のやりましょうよ。あ、お家でいいんですか。もうお家だったら僕は笑い物が得意なんで。奥さんのお手伝いしましょう、はい、もちろんです。え、普段からやってます。料理の手伝いはほとんどしてないです。あ、よし、じゃあ今日のお皿洗いはしてくださいね。ずっと、あ、もちろん。いや、お皿洗いは普段からね、やってます。え、なんだ、普段から、はい、普段からやってないことがいいよね、みんな。え、じゃあトイレ掃除だな、やっぱり。ラストラトイレ掃除。はい、お家のトイレ掃除を。あー、マジか。今からラストから、はい、で、奥さんにどうしたのって言われて。横にいるんで、あの、どうしたのこうしたのも今聞いてますから。全部事情は。そうなんだ、はい、奥さん、何の感じしてほしいですか。なるほど、それ聞くのがいい。今なら何でもやしますよ、もう。何でもできますよ。照れてます、照れてます。はい、かわいいですね。え、これ上がり止めあるんだっけ。あります。知ってます。上がりやめって、うん、上がりやめって何ですか。トン4曲親の時に1位が上がったら終わるじゃん、普通に第2戦で。はいはいはい、うん、でも麻雀のルール次第では親が上がり続けても終わんないみたいな、なんかチーム点数できれば欲しいじゃん、たくさん。はい、確かに確かに。だからもっと欲しいからもっと続けようってこと。そう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 、だからポジティブな考え方かな、マジで。え、違うの。え、いや、ポジティブだなって。いや、だって上がりやめが、ね、うん、あることによって損することもあるからさ。まあそうだね、そのそうそう、サクッと単位上がって1位キープフーとはできない、ね、あ、終わりたいのに終われないってことは。そうそうそう、だからどこまでも稼ぐためにっていう考え方もポジティブやなと思って。超ポジティブ、マジで。いいね。言い方によって全然受ける印象違うな。違う違う、うん、これもこちゃん高いの。そんなことない。なんかさ、いろいろなんかこんなの言ってみるか。果たして皆さんに何の家事してもらおうかな。余裕すぎる。家事でもね、全然ね、あ、でも掃除はあんましないかな。しない。あ、じゃあ掃除系がいいか。掃除は苦手だね。こっちでお願いします。森蓮、これはよろしくお願いします。ください。私がめくる、うん、めくる、めくるってどういうこと。当たり牌を自分で先にめくる。それは本当にマサルの当たり牌かな。俺の当たり牌だもん。怖いけど待てはいい。うわ、バカ野郎。あれが欲しい、あれが欲しいよ。お、バカ野郎してる。うわ、ちょっとわからなかった。これミスった。時間足りねえ。いや、ミスったらもったいねえこれ。あと1回ずつ、1回ずつ引くんだ。引くんだ。たまにはリュートップあるって出てくる。かわいい。いや、ミスったね。これはちょっとね、これ馬振り出た。危惧していた事態が起こった可能性ある、これ。あー、イスピンなんだ。でも結果止まったか。おー、いい。メイカちゃんって親の時人格変わるタイプ？え、人格変わる人って誰？いるんだよ、親の時人格変わる人。怖っ。どういう感じに変わるの？絶対に渡せねえ、この親って誰。ただの単野郎でも言ったるで、みたいな。そうそうそう。どうだろう、実際なんかそこをうまくやろうとしちゃってるかな、今。なんか回ってどうにか。ちょっと待って待って待って。まあ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 、苦しゅうない。苦しゅうない。でも持つもんでなさそうだけどな。どうだろう。いや、できるなら今のうち。あ、正しい、正しい、正しい。そこ変に冷やる。攻めるならね。攻めるなら。自分手がいいときは絶対そうした方がいい。てか、マサル親だからね。言った方がいいよ、こんな。渡さないぞ。そうだそうだ。人格変えてけ。ああ、まあじゃあ、難しい。で、1だな。おお。なんで毎回こうなるんだ。リーチだね、こりゃリーチ。つもりゃいねん、つもりゃ。つもったら俺が親かぶり。やだ
いいね。皆さん何2曲ですかね、何2曲。はーい。はい。はい。はい。いや、これリーチ。いやー。いや、リーチやった。リーチ。うわー、リーチで勝ったんだよ。うわ、僕は。順目的にちょっとリーチももったいないかな、みたいな。もうないし、みたいな思ったけど、リーチ。いやでもねリーチっぽいなこれは、リーチすればよかったー、リーチなんだ今の、覚えとこ、現張りじゃないかな、現張りじゃない、確かに、まあ、あと一巡チャンスなんだけど、逆に言うと豊潤リスクもないってことよね、まあ、その一巡、そう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 、気配でやめて、その気配が当たってなかったらその人にどうせね、これメガダン今回ラスってもトップとラスだから全然罰ゲームしないの、だからトイレ掃除はしません。お皿洗いは2枚ぐらい落としどころや、2枚だけ、え、リーチ、うわーリーチかー、初、なんと今日初リーチ、初リーチ、あ、リーチ商品初リーチ、そうなのよ、全然免税で払わんくてさ泣いてばっかだった、確かにそうかも、悲しい方です、もう疲れ、疲れ、あー休めだ、お休みです、あ、やったやったやった、何なんかならそうしたみたいな、どうしようかな、全然許せる、そうだったらやばかった、出ました、リーチ、さあ来た、こういうことしてる間にこうなっちゃうんだ、行くわけにはいかねえ、どうしたらいいんでしょう、さあ、何着を取りたいんだマサル、何着を取りたいんだ、でもロープンは強いぞ、うん、押してるね、ロープンは強い、強い位置だな、やるなら行くしかないってこと、まあ、ラスベだからね、おー、張っちゃったよ、えらいね、えらいよ、また俺、掃除の可能性出てきたぞ、打っちゃったら、行ったれ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 、知らん知らん、リーチのやつを楽しそうに麻雀してるな、知らぬ知らぬ今日も楽しそうに麻雀してるな、もう俺は何も怖くない、バカ野郎それは怖いわ何切ってんだお前勝手に勝手にふざけんなマジで、心の準備させる、許せん、え、これ決着つくけとかある、マジで私困るんだけど、それはお二人テンパイしてます してます、まあ、テンパってるんだけどな、ちゃんとテンパイしてる、本当に、うわしんどいやし、うわぁ、こいつどれリーの込み込みで、うん、なんでやナイスおーい、おーすごいね、足りんな、まあでもラス回避偉いわ、ナイス回避、いやすごい、トイレ掃除してくれた、トイレ掃除だピカピカにしてきます、一緒に頑張ろうじゃん、頑張ろう一緒に磨こうな、頑張ります、3対3、あ、全然これよくメーカちゃん勝ったな、本当によかったな俺、まあでもこれは諦めなかったメーカちゃんが勝ちだね、いやメーカちゃん、そうですかね、偉かったね、まさにあれだ、メーカちゃんが嘘ポーンしてなかったらもう、あ、まさにくんがウーピン積もって終わってるわ、あねじ曲げちまったな、またねじ曲げたね、これ勇気のポンで、勇気のポン、そして自分が上がると、上がっちゃったね、なんてことだこれ、まあまあまあそれこういうことなんよ、理屈じゃないんだよね、あはは、ということで未来が変わるんだ、分かってきたじゃねえか、でもすごいね、ファーストもラスアイじゃん、そう、枚数とか確率とかそれじゃ語れねえ世界もあるってわけよ、なるほどね、まずは確率覚えようね、はい、まずはね、はい、まずは確率とあるらしいね、配合率覚えようね、まずはね、うんうん、まあなんかあの、わかんないけどあれ即売りしてたらお前多分一発つもだったよ、うん、そういうことあるもんな、そういうもんなんだよね、でも勝負しに行ったらはいも答えてくれるってことなのかな、そうそうなんだよ、分かってきたじゃねえか、マサル、そういうことなんだよ、即売りできなかった俺にもうはいが答えてくれなかっただけなの、そうなんだよね、まあそういう考えもありますね、え、マサルさん今の段位がいくつだっけ、うん、今ジャンケット3に落ちてまだ上がれてないです、おー、まあまあ、頑張れ、すぐでしょ、まあまあゆっくりゆっくり、もう2に帰りたいな、待ってるぜここで、落ちないでね、落ちないでね、待ってるぜ、危ないんだからあなた、でも結構耐えてるよね、ずっと耐えてる、ずっと耐えてる、苦しい、え、メーカーさん落ちたら何になっちゃうの、ジャンケツさんで並びますね、マサルと同じ、俺と一緒、同じこれはちょっと談合でいてもらおう、いやちょっと俺のプライドが許せねえ、頑張ろう、追いつかなきゃ、追いつかなきゃ、お前待ってる、談合だった瞬間俺負けるんだよね、ちなみに確かにね、うん、ポイント的に言うとね、そうやね、そうやね、頑張ろう、
私のデータによると歌いメーカーのチャンネル登録をすると幸せになれたというアンケートが、100% 中 100% ということで、私のチャンネル内では皆が幸せになっているそうですのでね、まあ嫌な人は多分外してるんですけれども、なのでねチャンネル登録と高評価をすると人生がすごく実りあるものになると思いますので毎日動画投稿しております。全部見てください。以上です。